今日は桜の滝に来てますが、残念ながら今の6時まだ飛び跳ねていません。もう少し粘ってみます。聞いた話によると午後であるとか夕方はよく飛ぶそうです。約1週間から10日ぐらい前が一番いい飛び頃だったみたいです。実はこの滝を登れる唯一のコースがあるらしいです。でもなんだかそれって虚しいですよね。我ながらうまく取れたと思います。実は早朝5時ぐらいに出会った方に写真を3枚いただきました。その方は地元の方でよく撮りに来られているそうです。この3枚がその写真です。提供ありがとうございます。サクラマスという名前は産卵期の魚体の婚姻色が明るい桜色になることに由来します。そしてこの滝が桜の滝と呼ばれるようになりました。しばらく頑張ってるマス君を応援してあげてください。頑張れ。私自身もこういう光景を見るのは初めてなので驚いています。次に上の小池を目指したんですが、途中に小鹿の滝というのがあったので、行ってみようと思って走り出しました。数キロ走ったのに、こっから12キロの地道。これは諦めました。この上の小池も国道から約1キロの地道を走ったところにあります。青い池を見た後なので、少し物足らないと思いますが、この真ん中のエメラルドグリーンのところから、これではちょっと分かりにくいんですが、相当の湧水、湧き水が出てるのが確認できました。ここに来るまでは知らなかったんですが、フラマシューという展望台、それと、マシュー第一展望台、第三展望台と3箇所マシュー湖を望める場所があります。さすがにマシュー湖の青は綺麗です。次に出てくる方はシャリだけと無線をして友人を待っていらっしゃるそうです。弟子加賀といえばこのラーメン屋さん、本当に美味しいです。15周年おめでとうございます。駐車料金は500円で硫黄山の駐車場込みです。
展望台の位置としてはこちらの方が絶景だと思います。こちらからは逆光になりますが、屈斜路湖の景色です。ここは駐車場は無料です。この第三展望台が一番高さがあって迫力があります。ちょっと回ってみます。時間があれば霧の間集合を撮りたいと考えています。どうでしょうか、この高さと急な角度。すごいです。向こうに見えるのが第三展望台です。かなり高いところにあるのがここから見ると分かると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。